そうですね、僕自身決勝の舞台に上がるっていうのは本当5年ぶりのことで、それまでは3年連続で決勝に上がれてたんですけど、すべて準優勝で終わってしまって、本当にこの5年間はすごい、悔しい思いと辛い思いと本当に乗り越えてやってきた部分があって、正直今回もミックスで優勝を狙っていましたけど、まさか決勝の舞台まで来れるっていうふうにもそこまでの自信もなかったですし、本当に目の前の試合一戦一戦やった結果が決勝まで上がれて、まさか5年ぶりにもう一度この舞台に立てるんだっていうだけでもすごい嬉しかったですし、やっぱ早川とは小さい頃から常に一緒に頑張ってきて、そういった中でこの総合という舞台で決勝を戦えたのは本当に、なんていうんですかね、本当に心の底から楽しかったし嬉しかったですし、でなおかつこうやって初タイトルを取れたので、本当に言葉にならないですけど、本当にとても嬉しい気持ちでいっぱいです。私は去年女子ダブルスとして決勝に進出したんですけど、2位という結果に終わってしまって、以前はシングルスプレーヤーだったんですけど、怪我もあって辛い思いをしたり苦しい思いもしたんですけど、チームのおかげでダブルスに転向して、そして今はミックスダブルスとしてのチャンスをいただいて、やっぱこのチャンスをしっかり生かしたいなと思ってこの大会に臨んだので、今試合が終わったばかりで何も考えれないんですけど、本当にすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。Thank you.